日向ぼっこは朝散歩の代わりになるのか。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原の池の里山、田園風景が広がる中からお届けしています。ちょっと朝散歩途中なんですけども、結構鳥のさえずりとかがすごい聞こえてですね、気持ちのいい朝でございます。今日は質問いただきました。のんたんさん、38歳女性、睡眠障害、うつ病、パニック障害を患ってて治療中です。睡眠、運動、朝散歩がいいと先生は言いますが、睡眠障害で7時間睡眠ができず、長くて4時間連続で寝れればいいとこです。ひどい時は1、2時間おきに起きてしまいます。朝はなかなか布団から出られず、気分が優れないことが多く、午前中に日向ぼっこを15分するのが精一杯なのですが、日向ぼっこを続けていけば睡眠障害をはじめうつ病、パニック障害改善されていくでしょうか。結論は改善されてきます。ただね、本に書いてあることって一つのね、理想形というかベストのパターンっていうのを示すわけですね。全ての本っていうのはね、一番効果が薄い方法を示さないですよね、おそらくね。全ての本はこうやると一番いいよっていう、その著者が思うことをお勧めするのが本ですよね。一番いい方法があるよ、2番目の方法があるよ、3番目の方法があるよって言った時に、3番目の方法が最高ですよっていう人はいないんです。そしたら嘘になっちゃうんだよね。だから本に書かれていることってのは一つの理想形っていうことで、そうできたらいいですねと、そうできたらベストですねっていうことが書かれている。朝散歩で言うと、起きてから1時間以内に15分から30分の早足の散歩ができると一番いいわけです。だけどいきなりそこを目指しちゃうから、みんな無理ですって言うんですよね。そうするとね、そんなに朝起きてすぐ行くのは無理だし、毎日行くのも無理だし、30分も行くのも無理だって皆さんおっしゃるんだけど、それは最終形なので、半年か1年後ぐらいにできてれば十分なわけですから、最初はそこまでやらなくていいわけですね。だから最初は5分の朝散歩でもいいわけです。朝起きて1時間以内というのが無理であれば、朝起きて2時間以内でも3時間以内でもいいけども、午前中であれば OK です。で、朝散歩に行くのも無理っていう人は日向ぼっこでもいいよと。日向ぼっこでも、こう太陽の光を浴びるとセロトニンの活性化の効果と体内時計のリセットの効果でも十分得られますので、外にこの5分から10分ねいると得られます。あるいは本当に健康な人であれば、外に出た瞬間にパッと頭が覚醒して、もう元気で青空綺麗だなっていう風になると、実は5分もかかってないんじゃないかなって、私自身は自分で体感ですけどもね、思ったりもしますけども。なので朝散歩ができないっていう方は、メンタル疾患の方ですごく多いんですけども、もちろん朝起きてから着替えて外に出るって結構大変なことで、体がだるかったり、やる気が出なかったり、睡眠が足りてないと頭がぼーっとしたりしますので、なかなか難しいということで、最初は日向ぼっこから始めるといいですよっていうのが最近のね、カバサーのおすすめでございます。なので日向ぼっこしていただきたい。日向ぼっこの場合だと5分から15分とかね、何分やったらいいんですかっていうのもあるんだけど、推奨としては15分から30分なので、長くできるのであれば長くやった方がいい。30分ぐらいをマックスとしながらね、長くやれるのは長くやった方がいいってことになってまいります。さて、じゃあこの方の場合はどういう状況かっていうと、メンタル疾患を患っているということと、かなり睡眠障害がひどいっていう状況があるわけですね。つまり朝散歩っていうのはセロトニンを活性化してこう高めていくというわけなんですけど、今ものすごく下がってる状態にある人はそれを高めていくっていうのは結構大変ですよね。なぜならばうつ病なんかで抗うつ薬を飲んで、そのセロトニンのレベルを高めていくのに大体3ヶ月もかかるわけですから、通常ね、抗うつ薬っていうのは飲み始めてから効き始めてまで3ヶ月かかるわけですから、そういう状態っていうのは結構おそらく長期間続いてるといった中でね、1日日向ぼっこを15分やっただけでそういったものが全部治るのかっていうと、それはわからないですね。人によりますけども、今よりは良くなることは間違いないと思いますけどもね。さらにセロトニンを活性する方法は何かないですかねといった場合に、散歩をするということが出てくるわけですね。だから日向ぼっこの効果で不十分な場合は、散歩というリズム運動の効果っていうのをさらにプラスアルファしていく必要があるわけです。なのでより高い効果を期待するんであれば、ちゃんと散歩をした方がいいという形になりますね。それも5分の散歩よりも10分の散歩の方がいいし、10分の散歩よりも15分の散歩の方がいいということです。私のブレインメンタル強化大全にも書いてあるんですけど、メンタル疾患で治療中の方と睡眠障害で睡眠薬を飲んでる方っていうのは、すでにそういうセロトニンのレベルが下がっている、もしくは睡眠障害の人っていうのは体内時計のリズムが狂ってるっていう方ですから、マイナスものをプラスに上げていくためには、日向ぼっこだけで十分かというと十分ではないので、できれば朝散歩を入れていってほしいし、朝散歩もできれば15分、できれば20分、できれば30分やっていただくっていうことが、早く治していくっていうね、一つの方法になってまいります。うつ病とかパニック障害に対して運動療法っていうのが効果があるっていうことが多くのデータで証明されてるんですけど、どのぐらいの運動かっていうと、やっぱり早歩きで45分ぐらいの運動を週3回ぐらいやれって書いてあるんですね。なので
で、今言いましたようにやらないよりは日向ぼっこをやった方がいいです。日向ぼっこだけでも相当な効果があります。やらないのに比べるとものすごい効果がありますけども、じゃあそれで十分かというと、それは人それぞれなので、十分じゃない方は散歩をプラスしていっていただきたいし、さらに中強度の運動で45分ぐらいの運動を加えていくと、運動療法ですね、そういうふうにすることによってさらに治りが良くなっていくという形ですね。なので最初からは無理なんですけども、徐々にやっていくと体調も良くなっていきますので、ようやく15分から30分の朝散歩がね、3ヶ月とか半年後ぐらいにできるようになってるといいなというのが一つの理想でございます。ということで日向ぼっこっていうのは効果がありますが、もちろんちゃんと散歩した方がさらに効果が出るということなので、順番を得ながらですね、3ヶ月6ヶ月1年ぐらいのこの長いスパンでいいので、少しずつ改善していくっていうことです。今まで何年もかかって治んなかったものがね、散歩しただけで1週間で治るってことは、それはちょっと考えられないですよ、それはね。ですけど徐々に徐々に良くなっていきますので、3ヶ月6ヶ月というスパンであるとですね、患者さんなんかもすごく良くなるという方がもうたくさんいらっしゃいますので、ぜひね、日向ぼっこから初めての朝散歩ということを、メンタル疾患あるいは睡眠障害にものすごく効果がありますので、やっていただきたいと思います。